はい、ホイです。今前方に知り合いの自家用バスが止まっています。これから少しツーリングをします。ちょっとまあその様子を少しだけお届けしようと思います。三菱のエアロースターですね。前も一応自家用バスです。ツーリングと言っていいのか分かりませんけれども、2台が並んで走っております。ここは神田の近くですね。東京駅と神田の間ぐらいの場所です。エアロスターこう見ると背が高いですね。なんかすごい大きく見えます。道も空いてるんで、こういう大きい車2台でツーリングしてても全然他の車気にしなくていいんでいいですね。違うバスですけれども、やっぱりこうやって同じ自家用バスオーナー同士交流するのはとても大切だと思います。いいですね。塗装がとても綺麗ですね。やっぱりね、こういう大きい車でツーリングするとしたら夜とかしかできませんからね。今ももう深夜の2時です。周りの人から見たら、なんだこのバスはってなりますよね。白と青の変な改装のバスが2台、東京のこの桜並木、桜吹雪が散る中を走っていくなんて。はい、ここはどこだろう。秋葉原ですね。これは上の高架橋は、これは電車の線ですね。秋葉原の大通りではないんですかね。ホコ天とかになる通りの一本西側の通りですね。
バスのツーリングはお楽しみいただけてるでしょうか。まあただ行くあてもなく東京の道を走ってるだけなんですけれどね。本当に東京の道はレースゲームの道みたいで、なんか走ってて面白いですね。今はこんだけ車が少ないから走りやすいのでしょうけど。